はい、チャオ、亀岡です。今日はですね、えー、金融と経済ですね、世界のを、早口でね、えー、速攻で見ていきたいなと思っております。特にですね、えー、ウクライナのとロシアの情勢ですね、えー、原発に対してね、ロシアが攻め込んで、速攻だと、お、ロシア軍がね、その原発を抑えたというニュースも来てます。で、一方で、えー、ロシア国内ではね、結構、お、反戦争に対する非難の声であったりとか、戦争を反対する、そういった、まあ、主要なね、 え、企業の声なども上がってきています。あとですね、え、今、え、様々なですね、え、制裁によって、ロシアの経済がね、え、崩壊しそうな、まあ、その流れになってますよね。その場合、大きなね、え、世界の大暴落が起こるのか、起こるのかどうなのかっていうのを、最後にね、え、皆さんと一緒に検証していきたいと思っております。それでは、よろしくお願いします。で、この番組ではですね、この番組では、え、チャンネル登録者向けのですね、限定動画であったりとか、 まあ、速報ですね。今、私はこのような形で考えてますっていうのを、速報としてね、お届けしています。なので、あの、もしよろしければね、えー、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、えー、株価ね、一時800円超値下がりっていうことで、これはね、おそらく原発が砲撃を受けて火災が発生するっていうので、大きく下がったと。もともと下がっているところに、下げ圧力が激,激しく、下にね、向かって、えー、大きくなったんだと思いますね。 で、えー、これによってね、僕はあの、まあ、チャンネル登録者向けにですね、速攻として2万6000を下回ったら、下落トレンド入りするので、二段下げですね。二段下げに警戒してくださいということをお,お伝えしました。ただ今のところ、大きくね、えー、2万6000を割り込まなかったので、まだなんとかね、2万6000を下に支持線として、えー、まあ、踏ん張ってるようには見えますね。 ただ今夜、先物ね、えー、米国株下がりそうなので、まあこれもね、最近は下がりそうで、下がっても朝起きると上がってたりとか、上がりそうで朝起きると下がってるので、まあほとんども当てにならないというか、まあ当てにならないなぜかというと、裏側で紛争が起きているからなんですけどね、えー、別に私たちを翻弄しようとしてるわけじゃなくて、 私たちが寝てる間に、えー、欧州は昼間なので、えー、様々なね、地政学リスクが生まれているので、状況が刻一刻と変わっていくというのは致し方ないんですけども、まあそういった状況なので、まあ何とも言えないんですけども、お米国株はね、えー、米国株が下がっていくようなことがあると、まあ二段下げ突入のテクニカル的な動きになっていく可能性はありますね。まあこの辺りはね、えー、また特別動画などで、えー、ご説明していきたいなと思っていますが、えー、あとはね、えー、欧州最大の原発ですね、これがウクライナにあるんですけども、 ロシアの攻撃でね、火災が発生と。まあ、これは有識問題ですよね。ちょっと後半で話しますけども、その地政学的なリスクと、あとはね、地図をね、皆さんにお見せしながら。あとはね、えー、まあ、いいニュースとしては、えー、アメリカのですね、新規失業保険のですね、申請数が、 改善に向かっているということでもう雇用は大丈夫なんじゃないですかそもそもバイデンさんがね、えー、もうそのコロナのもうそういった時代は終わったって発言しちゃいましたしマスクもしなくていいですよ宣言が各州であ もう生ままれてますよねマスクはいいですよ、もうみたいな、ね。自己責任ですけども、わざわざする必要ありませんよ、みたいなことが始まっちゃってますし、アメリカの、ね、住んでる人はわかるとりも、もマスクしない人多くなってるのでね。えー、なので、まあ、それは雇用も改善するでしょう。それから今のね、地政学的な不安によって株価下がってますよね。なので、まあ、働かなくていいかなと。 これまでね、もうファイアしちゃったような人たちっているわけですよ。アメリカっていうのはね、えー、ずっと株高で上がっていますし、あとはね、えー、やっぱりその株主に対する、まあ、なんて言いますかね、例えば、えー、株主優待じゃないですよ。いわゆるストックオプションですね。ストックオプションで、まあ、ものすごく手厚い、その、 えー、インカムが入って、まあ、リタイアしちゃってる人もたくさんいるんですよね。なので、なかなか働き手が戻ってこない。特にウォール街とかね、深刻な問題になってますよね。ただ、今回株安になって、やっぱり不安だなっていう人が増えてるんだと思いますね。これ増えてくると、やっぱりそのね、えー、ちゃんとダブルワークで、えー、まあ、マーケットでね、稼ぎながら、えー、そういった労働でも稼ごうっていう人が増えてくるんじゃないかなと思います。こういった流れによって、えー、まあ、雇用者数も改善、それから今までね、働くことを、ま、控えていた、 まあ、州の人だったりとか、パートの人だったりとかっていう人も、まあ、労働市場に戻ってきてるんじゃないかなとは思いますね。まあ、これはいい材料。なので、あとはインフレだけってことなんですけども、まあ、インフレはね、えー、ますます加速をしているので、えー、次の動画で話したいと思いますけども、もしかしたら、スタグフレーションのリスクが非常に高まっているんじゃないかなと。で、まあ、これはちょっと次の動画で話しますけども、仮にそれが発生した場合は、1970年代のような大暴落になる可能性も ありますこれは一応知識としてね、押さえておいた方がいいんじゃないかなと思います。それからですね、暗号資産の利用制限ということで、これ僕の動画で言いましたよね、暗号資産もしかしたらやばいかもしれないですよ、と。で、これもね、えー、おそらく流れとしては、かなりこの戦後来ると思いますので、これはね、えー、まあ、警戒が必要だと思いますね。EU はもうすでに警戒に入って、検討に入ってますので、暗号資産に対してはね、 え、なので、これもちょっとね、え、別動画で話しますが、そういった状況になってますよってことを、今日はね、ちょっと速報としてお届けをしておきます。で、あとはね、今、ウクライナに対する金融引き締めが非常に強く、ま、強くなってますよね。で、ロシアはデフォルテ、デフォルテじゃない、デフォルトですね、えー、国家破綻。 もう間近じゃん、間近なんじゃないかと言われていますよね。まあ十数年前もありましたね。えー、その、ロシアの国家破綻、ルーブルがね、えー、大暴落をしてと。でもその時は、まだ国際世界の中での仲間でしたし、むしろアメリカとかね、欧州が手を貸しましたよね。まあ、当然ソ連崩壊して、ロシアになって民主主義になった、その時一度民主主義になったんですよね。 エルチン大統領とかね、えー、そのあたりの時代ですけども、確か、確かですよ。ゴルバチョフとかいたのかなあのー、僕はその頃でも小学生とかなので、あのね、ギルガメシュナイトとね、あと、なんと、トゥナイトとかを、まあ、ネッシーに見てた、あの、チェリーボーイなのでね、えー、ちょっとその辺は間違ってるかもしれないんですけども、えー、なのでコメントでもし間違ってたら教えてください。で、まあ、なのでね、当然民主主義国家でき、できたばかりのね、ただ、核保有国なので、それは世界中で助けますよね。 だその時助けたんですけども、今回ロシアがデフォルトしても、もうあの、ね、国際基金もね、えー、欧州も助けないでしょう。だか,らかなりやばいですよね。やばい状況にソ連はあると言っても、あの、ロシアですね。過言ではないんじゃないかなと。 思ってますで一方でね、えー、じゃあこのウク,ウクライナ危機によってロシアがデフォルトした場合に世界の大暴落は起こるのかどうかっていうところですよねこれやっぱりその皆さん心配してると思うんですけどもロシアはね実際には非常に核を保有している軍事大国である一方で、えー、実は経済大国ではないんですね。 経済の規模っていうのは、あの、韓国などとそれほど変わらないもしくはそれ以下だと言われています。それ以下となるとどっちか、どこかというと、まあ、タイっていうことはないと思うんですけど、まあ、大体その辺だと思っていいんでも、言ってもいいんじゃないかなと思います。 で、ロシアのね、あの、名目 GDP は約1.5兆円なので、対した場合はアメリカのが約その14倍、中国は10倍、日本は3.4倍、ドイツは2.6倍、英国は1.8倍という規模なので、まあ、それを、これを見てもね、まあ、韓国か、まあ、えー、その同程度かなというのがわかりますよね。で、えー、しかもね、えー、別にその、コミュニティとかって非常に強いですけども、まあ、ここが一番の、その、メインの事業産業、 ななんんでですすけどもそれ以外いいうのはあまりないんですよね実際にはかなり貧困あの東部とかはね貧困の国まあ地域だと言われていますだそういった意味ではね、えー、ここにその表がありますけどもあまりその世界に対するデフォルトインパクトっていうのはないんじゃないかと言われていますやっぱりこの辺の影響力に比べると、えー、規模が小さいですよねしかも今もうね、えー、ロシア離れが始まって今後おそらく紛争終結後も続くんじゃないかなと思いますので もうおそ、えー、らくドイツ、そしてイギリスなどはロシアから、ねえー、ガスとあったりとか石油を輸入するということをやめようとしてますよね。なので、えー、そういったパイプラインも,も破産は今のところしてないらしいですけども止めていたりとかしますし EU 全体でロシアに対するう制裁に加えてもう頼るのはやめようというのを始めました。なののでドイツもも、えー、原発ををおおそそららくく本当は今年全て廃止する予定だったものをらく継続っていう 流れいいいくんじゃないかなかと思いますので、まあ、そういった意味を考えると、ロシアに対する分かりやすく言うと、国際社会の中での役割がどん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 減っていくと、まあただの核、核を保有した怖いおっさんの国にどんどんなっていく可能性がありますよね。なので、あまりここでまああの大暴落っていうことが起こらないんじゃないかなとは思ってはいます。で一方で、えー、冒頭で話す通り、スタグフレーションが怖いですね。えー物価 の上昇、そしてインフレによって、えー、私たちが物を買う、買い、控えるってことになると、おね、経済が、ま、回らなくなりますよね。これによって、1970年のお中東を中心にした、えー、まあ、そのね、えー、第二次中東戦争とかでオイルショックになった時は、えー、大きな株暴落があったので、逆にそういった流れを意識した方がいいんじゃないかなと。ロシア一国の問題で下落をするっていうことはないかもしれないんですけども、まあでも流れ、回り回ってね、 えまあ、それが関係するってことは言えるかもしれないですけどね。で、とにかく、ロッ、フィッチとね、ロッチって言おうとしてた。フィッチとムーディーズがね、ロシアを6段、六段、六段下げとかってもうすごいですよね。えー、もうギアチェンジかよ、みたいなね。そんなイメージですけども、ジャンク債急にしたってことでね、もうこれはもうあれ、もうデフォルトをほぼほぼ、ほぼほぼ,ほぼいきますよってことですよね。 えこれはもう大警戒必要ですよってことだと思います。で、日本企業もね、えー、まあ、はじめはですよ、あのー、ロシアに対する安全管理ができないとか、えー、いう問題でね、トヨタ、えー、とかね、ホンダとか、どん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 撤退してましたけども、もうこれはもう分かりやすく言うと、ロシアと付き合えないっていう制裁に加わってる、まあ、制裁っていうか、企業としてのもう社会的スタンスですよね。えー、まあ、アメリカとかそういうのね、アップルとかあのやってますけども、まあ、そのスタンスを 貫いた,とただ日本人はね、それを明言しないだけということだと思いますね。あらゆる企業が今、ロシアからね、撤退してますので、ホンダ、トヨタ、それ以外もね、たくさん、まあ、これはそういうことだと思います。まあ、そのうち商社もやるんじゃないですか、えー、三菱商事、そして三井物産ね、このあたりが、まあ、やらないっていうことはあるのかなと思いますけどね、やっぱり欧州、米国との結びつきが非常に強いので、まあ、その辺のね、えー、ことはちょっと様子を見ましょうということになります。 で、あとはね、ロシアとウクライナ、ねえー、戦闘地域の住民避難ルート、これで、ね、シリアとかでもあるんですけど、またイエメンね、えー、こういった、まあ、一般人を巻き込ませないために国連が主導で、えー、こういった避難ルートを設けるんですね、えー、ここを作りましょうということで合意しましたが、それ以外の紛争締結に向けては、 まあ、ほとんど決まっていないということになります。まあ、ロシアが譲歩しないという状況ですね。まあ、戦力値的に考えると、ロシアのほがね、やっぱり、えー、まだ8倍から10倍あると思います。今のところですよ、今のところ。おなので、そこを覆していかない限りはちょっと難しいかなと。このて決定的な合意を取り付けるのかね、えー、もうちょっと様子を見る必要がありますよね。それから、まあ、冒頭で話した、このウクライナの原発ですね、ロシアが砲撃というのなんですけど、もう狂ってますよね。ちょっと。おまあ、これもね、あの、僕も言 まあ、目を見てね、思ったんですけど、プーチンの目っていうのは、ちょっとうつ病入ってそうな感じがするんですよ。で、プーチンっていうのはね、えー、当然ね、えー、元国家警察って言いますかね、あのー、いわゆるスパイですよね。で、様々なね、陰謀の中で、まあ、人を殺めてきたと思います。まあ、皆さん知ってる人は知ってるかもしれないですけども、えー、ウクライナのね、前大統領候補でさえ、毒殺されそうになりますよね。えー、それ以外にもね、いろいろ、お例えば上のね、えー、まあ、そのどこでしたっけ、あれは、えー、 まあね、あのー、いろんな国で、まあそういったスパイ活動をしてね、えー、その支持しない人を、まあ殺めたりするわけですよね。まあそういった意味では、ちょっとね、そういったことをやってきた、特にプーチン、支持してきたので、やっぱりその戦国時代の武将と同じような形で、そういった、まあ人を殺してきた、まあその様々なシーンが相馬灯のようにね、自分の頭を駆け巡ってると同時に、 怖いんだと思いますね。自分も同じように今後誰かに引きずりをされて殺されるんじゃないかってことを多分妄想的に考えてると思います。まあそれぐらい人を殺めてきたので、も、ま、う、あ、次は自分のね、番だということを非常に恐怖をしてるんだと思いますね。なのでそれがうつ病みたいになってるんじゃないかなと。このね、やっぱちょっと砲撃をするっていうのはちょっとおか,おかしいですのでね。 えー、この辺は警戒が必要かなと。それがね、欧州最大規模の、おね、あの、この原発なんですけども、先ほどそこに入って,入ってきてましたが、えー、ロシア軍が制圧したってニュースがね、ちょっと入ったので、これはちょっと、まあ、未確認ですけども、おそらくまあ,あ、間違いないんじゃないかなと。で、これがね、えー、ザポロジエ原発ですちょっと読みにくいってことになりますけども、まあ、ここら辺が抑えられるとね、今度オデッサっていうところで、このお、地中海沿岸は多分抑えに来ると思うので、地中海ルートですね。えー、まあ結構、 どうかなとまあかなり厳しいということになるのであとはねこのキエフに対するまあ包囲戦でここからねどれだけ補給がね、えー、軍備の補給がちゃんとルートとして入るかどうかっていうところにかかってるんじゃないかなと思います。まあ、この辺はままた別の動画で話しますが まあ、常任理事国でね、えー、まあ、その、常任理事国外しですね。これを英国がね、えー、論議として発表しました。つまり、今まで5カ国でやってますが、まあ、ほとんど機能せないので、まあ、合ってないようなものですよ。スターウォーズでのようなもんですよね。スターウォーズのね、そういった、えー、宇宙連合ってますかね、宇宙会議も全然機能してませんでしたけどもお、この外そうと、ロシアをね、えー、外して、こういったね、こう動きも出てるっていうのは、ちょっと頭に入れといてもいいんじゃないかなと思います。 でね、えー、ロシアのね、大手のその石油会社、これ、国、ロシア2位らしいんですけども、まあ、あの、ウクライナの侵攻を批判したってことで、結構勇気のある行動ですよね、えー、をやったってことで、ホームページにもそれをね、えー、批判の公式な発表を載せてるらしいですね。あと、ロシアの実業家の大物2人も、えー、今回の侵攻に対して停止を呼びかけてるってことで、まあ、かなりね、えー、その、ロシア国内でも、 こういったね、えー、紛争に反対する、ウクライナ侵攻に反対する動きが出てます。まあ当然自分たちにダメージが返ってきてるので、まあこの人たちはね、実業家であり富裕層なので、今資産凍結されていますよね。いくらビットコインにとかね、仮想通貨とかに転換してるといってもね、えー、それをどこでまた お金に変えるのか、減なのかどうかってところになってきますし、やっぱりその仮想通貨そのものもおそらく僕の予想は、ちょっとね、えー、そういった出口を抑えられるような動きに今後なっていくと僕は予測をしています。これは過去のね、えー、そういった事例を他のパターンで見ても結局そういう動きが になることが多いので、そう感じ考えてるってことになります。まあ、これちょっと週末にお伝えしますけども、なのでね、えー、なんとか、えー、ギレンスキー大統領ですね、まあ、普段はね、人のいいパパなんだと思います。これはね、あのちょっとツイッターから引用してますけども、お子さんも2人いてね、お母さんも奥さんもいて、まあこういったね、スーパーマンなのかな、これはスーパーマンじゃないかもしれないですけども、まあ非常にいいパパなのでね、まあ本当に戦争は良くないですよ。 嫌ですよ、ね、だから僕もね、週末あるっていうデモにはね、参加してこようと思いますし、まあその状況とかね、許されるんだったら、写真でまた週末にね、皆さんにお届けしようと思ってますが、まあ、なんとかこれをね、私たち一人一人が発言することで、止めることができたらなと思っています。で、そのド最後、ちゃんと見ていきたいんですけども、えー、今日下がって、また今日も下がるようなことがあったら、まあでも、下ラクトレンドって言えるのかな、まあ、まあ、なんとか踏ん張ってるような形ですよね。これはねあの まあ、その前の動画で話しますけども、FOMC のパウリ議長がねえ、こういった今状況を鑑みて0.25で行きたいということを話したので、まあ、これで多少好感を持たれているということで、短期では上昇トレンドですけども、中期だと、まだ依然ね、下落トレンドに入っているという状況になりますので、まあ、予断は許さないですよね。 なので僕はここで一旦ね、全米株式連動型買ったんですけども、変えたんですけども、ここでは変えてないんですよね。なので引き続き、まあ下落してくるようなことがあったら、僕はこの辺りで変えたいなと思っていますけども、まあどうなるかはね、ちょっとまだえ相場の神様しかわからないですしま、あまあ上がったら上がったらいいんじゃないですかね。それが紛争が解決されたということになると多分思いますので、まあそれはね、まあお金よりも今はとにかく世界平和、 という,ふうに僕も祈ってますので、えー、まあここはねそこを優先していきたいと。この番組ではあくまでもね。えー、それからね、ナスダックですね。ナスダックもこの1万3500円のところでなんとか踏ん張ってますので、今夜1万3500円を下回るようなことだったら、まだ下落トレンドを強く継続していくんじゃないかなと思います。で僕はこの動画で話してますが、えー、一応二段先があると思って戦略を練っています。で そうそう。二段下げがあるというのは、つまり今後も強い下落があるかもしれないので、現金保有率をある程度確保しているということになりますね。だフルレバーとかはやらないということになります。はい。あとはね、先物がちょうど下がってきてますので、皆さん注意をしましょうということで、えー、今日のね、動画を終わりにしたいなと思います。それでは高速で、ゴー。